ウラディーミル・アシュケナージ。ウラディーミル・ダベドビチ・アシュケナージ。ラテン、文字転写例。1937年7月6日台、は、ソビエト連邦出身のピアニスト、指揮者である。ヘブライ語の聖、アシュケナージが示す通り、父方はユダヤ系であるが、母はヒユダヤ系のロシア人である。現在は、妻の古国であるアイスランドの国籍を持ち、スイスに在住している。 マウリツェオポリーに、マルタ・アルゲリッチ等と並んで、20世紀後半を代表するピアニストの一人である。1937年に、ソビエト連邦のゴーリキー、現在のニジニノブゴロドの音楽家の家庭に生まれた。父親は、ソ連系音楽界で活躍した、ダビッド・アシュケナージ。6歳でピアノを始め、2年後には、モスクワでデビュー演奏会を開いた。 9歳の時に、モスクワ音楽院附属中央音楽学校に入学し、アナイダスンバティアンに指示した。1955年には、ワルシャワで開催された、ショパン国際ピアノコンクールに出場し、2位に輝いた優勝は、アダム・ハラシェビチ。この時に、アシュケナージが優勝を逃したことに納得できなかった、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリが、 審査員を降板する騒動を起こしたことはよく知られている。同じ年にモスクワ音楽院に入学、レフオ・ボーリンやボリス・ゼムランスキーに指示した。翌1956年にはエリザベート王妃国際音楽コンクールに出場して優勝を果たし、これを機にヨーロッパ各国や北米を演奏旅行してセンセーショナルな成功を収めた。EMI やメロディアから レコードも発売され、音楽院在学中から国際的な名声を確立した。1960年にモスクワ音楽院を卒業。翌年にはモスクワ音楽院に留学していたアイスランド出身のピアニストの女性と結婚した。1962年にはチャイコフスキー国際コンクールに出場し、ジョン・オグドと優勝を分け合った。1963年に、 ソビエト連邦を出国し、ロンドンへ移住、イゴソ連のあらゆる公式記録からその名を抹消された。1968年には妻の故国アイスランドのレイキャビークにを移し、1972年にはアイスランド国籍を取得した。1970年頃からは指揮活動にも取り組み始め、1974年には指揮者として初の録音を行った。 式活動の初期に共演したオーケストラには、ロンドン交響楽団、フィルハーモニア管弦楽団、ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団、クリーブランド管弦楽団などがある。1987年には、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督に就任し、1994年までその座にあった。1989年11月には、ロイヤルフィルを引き連れて、 改革の進むソビエト連邦に26年振りの、卑怯果たし、モスクワ音楽院大ホールでコンサートを行った。その他これまでに、ベルリンドイツ交響楽団、チェコフィルハーモニー還元楽団、NHK 交響楽団の音楽監督、主席指揮者のポストを歴任している。2010年、専属学園音楽大学の名誉客員教授に、就任。更新の指導にあたる。 現在は、スイスのルツェルンコ班に今日構え、シドニー公共楽団及び EU ユース管弦楽団の音楽監督として、主に指揮に重点を置きつつ、精力的に活動している。身長168センチと、小柄な体格だが、演奏指南なパッセージも楽々と、そう出してしまう卓越したテクニックの持ち主である。その洗練された音色と単成で、中容を得た解釈は、 彼の音楽を万人に親しみやすものにしている。レパートリーは極めて後半にわたり、クラシック音楽のスタンダードなピアノ曲の大部分を網羅していると言って過言でない録音も膨大な量に上り、そのいずれもが高い水準を誇っている。こうしたことからアシュケナージは20世紀後半の最も重要で結出したピアニストの一人と目されている。ショパンコンクールをきっかけに、 国際的な名声を確立した経緯もあって、ショパン作品には精力的に取り組んでおり、その評価も高い。音楽評論家の柴田隆一は、彼の膨大なキャリアの中から、特に重要な録音の一つとして、ショパンの練習曲全集を挙げ、このピアニストのテクニックの素晴らしさを最高度に、浮き彫りにした演奏といえが、ここに示された彼のテクニックは、凄みやさえで聴き手を圧倒するものではない。 彼は、この難曲を少しのごまかしもなく余裕を持って、そうだし、そのスムーズな語り口や美しい仕上がりによって、聴き手にエチュード集の各曲に秘められた音楽的魅力を満喫させてくれていると評している。また、ラフマニノフ作品に献身的とも言える姿勢で取り組んでいることも特筆すべきであり、競争曲全曲とピアノ独奏曲のほとんどをレパートリーとしている。 特に、ピアノ競争曲第3番は、ピアニストとして4度録音している2種類のカデンツァを引き分けていることも注目されるほか、指揮者としても振ったこともある。アンドレ・プレビンとの共演による2台のピアノのための作品の録音や、ソプラノのエリーザベとゼーダー・シュトレームとの共演による各曲全集の録音も貴重な存在である。室内楽にも積極的に取り組み、 特にバイオリニストのイツアーク・パールマンやチェリストのリン・ハレルと数多く共演している。チャイコフスキーやラフマニノフ、プロコフィエフ、ショスタコービチなどのロシアもののほか、ベートーベンやシベリウス、リハルト・シュトラウスなどの作品を主要なレパートリーとている。モーツァルト及びベートーベンのピアノ競争曲は引きぶりで全集を録音している。指揮活動においても、 ラフマニノフ作品は重要な位置を占めており、彼の指揮者としての存在を世界に認知させたのは1980年代、初頭にコンセルトヘボーカンと共演したラフマニノフの公共曲、管弦楽曲の録音だった。このうち合唱将公共曲、金は、後にチェコフィル及びプラハフィルハーモニーが主将団との共演で再録音し、公共曲と公共誌、死の島、 公共的部局も2007年にシドニー公共楽団と再録音を果たしている。また、競争局は指揮者としてもジャンイコールイブティボーデやエレーヌ・グリモーなどとの共演で演奏している。現在ラフマニノフ協会の会長の任にあり、世界各地でラフマニノフプロジェクトと銘打った企画を開催するなど、東京では2002年暮れに開催、ラフマニノフ作品の普及、紹介に努めている。 アシケナージは、ムソルグスキーの組曲、展覧会の絵への思い入れが強く、原点版、ピアノの演奏ばかりでなく、自身で、還元楽に編曲しており、フィルハーモニア館を指揮して1982年に、録音シール、ロンドン、ポリドール。また、翌1983年にはスウェーデン放送協を指揮して、レオフンテク編曲の還元楽版を録画し、 自身のピアノ原点版演奏と合わせてレーザーディスクにしているテリック。このレーザーディスクにはリハーサル風景を織り混ぜての曲解説も収録されている。早くより強くが奨励された1950年代、アシケナージもエリザベート国際音楽コンクール1956で即引き記録を残している。リストのピアノ競争曲第1番の演奏時間は わずか16分8秒である。最速記録ではないものの、チャイコフスキー国際音楽コンクールの最本戦で演奏したチャイコフスキーのピアノ競争曲一番も、総じてテンポは速い。夫人との間に四子があり、長男、ボフカはピアニストとして、次男ディミトリはクラリネット奏者として活動している。ボフカとは、ショッパンやシューマン、ラフマニノフ、 バルトークの室内楽作品で共演している。ディミトリトは、リハルト・シュトラウスやストラビンスキーの競争風の作品で指揮者として共演しているほか、2007年には二人の共演で、シューマン、ベールク、ルトスワフスキなどのピアノとクラリネットのための作品を収録したアルバム、クラリティをリリースした。ラフマニノフの六手のピアノのための作品の録音では、 ボフカと共に夫人との家族3人による連弾を披露している。また2009年には長男、ボフカとの初共演アルバムであるラベルとドビュッシュの2台のピアノのための作品集をリリースした。妹のエレーナもロシア音楽コンクールやサンクトペテルブルク室内学コンクールで第1位を獲得した経験のあるピアニストである。現在夫のバイオリニスト、グレゴリー・フェイギンと共に 武蔵野音楽大学の客員教授を務めている。彼が居住するルツェルンコ班の自宅はラフマニノフがロシア革命後にヨーロッパでの活動の拠点としていたセナールと呼ばれる別荘の近くにある。作曲家の孫とは古くから親しい間柄で、現在は隣人同士としての付き合いがある。初来日は1965年のことで、以後は頻繁に 日本を訪れている。2000年10月に初めて NHK 交響楽団の定期公演の式台に立ち、2004年から2007年までは音楽監督を務めた。退任後は警官指揮者に任じられている。就任を記念して放送された NHK の特集番組では、ルゼルンコハンの自宅に和室がしつらえてあり、様々な日本の文物が飾られている様子が、 紹介された。NHK 大河ドラマでは2005年の吉常と翌2006年の巧妙が辻のサウンドトラックで指揮を担当した。2007年公開の日本のアニメ映画ピアノの森にはピアノ演奏ミュージックアドバイザーで参加した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。